桂春院は、京都州京区花園にある臨済州の寺院。臨済州明神寺派大本山明神寺の、達中である。大蔵院、大神院と共に、通言公開されている、明神寺達中の一つである。慶長三年に、織田信忠の二男、織田秀則が、水庵、宗塚を開祖として、検証院を創建。秀則氏を、美濃の豪族、石川正が、 寛永九年に、父の五十年期の追善供養のために、桂南守船を生じて、建物を整備し、父の法名、天仙守る桂大前城門、母の法名、もかげミ春大使から一文字ずつを取り、桂春院と、改めた、京都府指定有形文化財。寛永八年に建立された、炭相入りもや作り、三河原武器の建物で、内部は、カノ三落の弟子である。 狩野山雪による襖絵で飾られている。このうち、金碧松三日月図は、狩野山雪の筆によるもので、かつては仏壇背後に貼り付けられていたが、襖絵へと改装された。石川正成が、寛永8年に上司を務めていた、長浜町から、書院共に移築した茶室。新三条代目、武器、東側を切り妻作りとしてで日差しをつける。 藤村伊佐流の茶室と伝えられる。なおみ応神寺では、鹿、茶道などは修行の妨げになるため厳禁だったが、建物の隅に隠れるように茶室を建て、密かに茶を楽しんでいた。江戸時代の策定で、国の名称、史跡に指定されている。ありがとうございます。